2020年度子どもたちの心を育む活動、受賞団体特定非営利活動法人親子劇場松江センター、島根県。活動テーマは劇場っ子祭り初めてのお買い物です。ドンケンバザーは劇場っ子祭りのメインコーナーとして37年間続いているおもちゃのリサイクルフリーマーケットです。子どもたちの買い物に対して大人は口出し禁止なので、子どもたちは通貨であるドンケンを使って自由に買い物を楽しみます。商品は使わなくなったおもちゃたちで、心のこもった手書きの説明書が添えられていることもあります。準備期間は親同士の交流の場にもなっており、前日には子どもたちもお手伝いしています。買う側の幼児や小学生は自主性と物を大切にする心を育み、売り子となる中高生は支える喜びなどを通して成長、親も見守ることで成長しています。